どうも、松です。今回はですね、目の下のクマを取る方法をやっていきたいと思います。で、まあ、基本的に目の下のクマができるっていうのは、まあ、みんなも知ってるんですけど、目の下に今血流が溜まって、その循環が悪くなって、ここにその浮き出ているような形で、この下がまあ黒く映ってしまうっていうのがあるのと、でもう一つが胃とか腸がまあ冷えていて、それによってここにね出るっていうのもあるので、今回はですね、その胃や腸に効くまあツボと、そして目の下のクマの血流を流す方法をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、でまず最初に目の下のクマを流す方法としては、これ簡単なんですけど、ここのまずこっから軽く指圧して、こうちょっとこうやって揺らしていきます。でこれを10秒やっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でちょっとずらして、また揺らして10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で今のがまあ目の下の、ね、血流を良くする方法で、今のはだいたい1回で3往復ぐらい行ってください。でこれをやっても治らないっていう方は、もしかしたら胃や腸に問題があったりするので、まあツボの方もちょっと試してやってみてください。でツボの場所っていうのは、一つ目がですね、ここのちょうど真ん中にあるここを老朽っていうんですけど、これを10秒指圧していきます。でそうすることによって胃や腸がまあ活性化されて、その冷えとかを防いでくれます。はい、でもう一つがちょうどこれもこのね、中指の延長線上の手首とその手のひらの、まあ、境目の真ん中を押すんですけど、これを内観って言います。でこれも10秒押していきます。で押した時に痛みがある方とかは、もしかしたら胃や腸が冷えているかもしれません。はい、で今のがですね、目の下のクマに効くマッサージとツボです。で、まあ、効果としてはだいたいね、2週間ぐらいでちょっとずつ薄くなったりすると思うんですけど、それでも薄くならないという方は、まあ、ツボだけではその内臓機能だったりを完璧に治せないかったりするので、食べ物だったり、なるべくまあ日常生活でお腹や腸を冷やさないように生活してやってみてください。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、あとコメントの方もお願いします。ではまた。